爆笑問題と作家、社会に鋭い視点を持った両者が火花を散らす、それが爆笑問題のすすめ。皆さんこんばんは、爆笑問題の玉がない方です。いや間違ってる、それある方だから。そんなツッコミさせんな。失礼しました、竿がない方です。いやいや、あるでしょ。今夜の爆笑問題のすすめは、先週に引き続き、これまでゲストに来ていただいた作家先生からの、皆さんからの名言集をお送りしたいと思います。はい、例えばさあとか、卓球投げちゃうの超気持ちいい。それアテネオリンピックの名言だろうが。ちなみに私の心に残っているゲスト作家の一言は、体力の限界。千代の富士だ。引退の時何千回だそれ。コンプレックスを。というわけで今夜お送りするのは特別編、言葉の達人たち、作家が紡ぎ出すあなたの魂をきっと揺さぶる宝石のような一言をたくさんご用意しました。そんな今夜は珠玉の言霊のすすめ。バンド活動から青春小説、エッセイと幅広い活躍の大月健二さんは、暗かった少年時代を振り返って、だからもう休み時間とか友達があんまりいないから、休み時間が辛いんですよ、長くて長くて。それは同じこと言って。何するんですか結局その。俺はね、水飲み場に行ってずっと水飲んでるふりしてましたね。あのね、とにかくね、俺はね、モテないで悶々としていて、あんまさえそれでなんかこう、なんか悪いことをしてしまうみたいな、うん、中高生いるじゃないですか、うん、そういうやつに本当に言いたいんだけど、とにかくバンドをやれと、バンドやればいいの、うん、バンドやれば、うん、あのレベルさえ求めなければ、うん、とりあえずやれるから。それでロックの何がいいかっていうと、うん、コンプレックスを歌えばいいんですよ、うん、だから例えば俺は運動できねえって言ったら、それで、うん、もうそれでパンクになるしロックになるから、コンプレックスを叫んで、うん、みんなに見てもらえてウケるっていうのは、あのロックですね。モテないで悶々としていて、中高生いるじゃないですか、うん、そういうやつに本当に言いたいんだけど、とにかくバンドをやれと。バンドやればいいの、うん、バンドやれば、うん、あのレベルさえ求めなければ、うん、とりあえずやれるから。人生はどう転ぶかわからないと語る直木賞作家村山由佳さんが作家になったきっかけは、家族のある事件からでした。あのそもそも村山さんの物に対する考え方、はいはい、うん、昔から根っこになってるのがあるそうなんで、これ、はい、何事も否定はしないが全てを疑う。あ、これはすごい、すごい素晴らしい。20歳の時に、私の父親が濡れ衣で、あのまあ、それ新薬スパイ事件っていう大きい事件だったんですけど、新薬スパイ事件で、あのその容疑をかけられて、あの父親が引っ張られちゃったんですよね。拘置所に10日間拘留されて、容疑者として、容疑者として、で本当に濡れ衣だったんだけれど、で最終的にはその処分もされなかったんだけれども、その不起訴ですっていうふうなことが、あの捕まった時には新聞の第一面に写真入れで名前入れで出たのに、打ち消し記事はたったの3行も、新聞の3面のこんなところにちっちゃく出ただけなんですよ。あの事件がなかったら、私はやっぱりニュースで NHK の人とかがこうニュース読み上げてたら、そうなんだって聞く人間になってたと思うし、だから世の中で言われてること、正しいと言われてることの半分はそうかもしれないけど、半分はそうじゃないかもしれないとか、世の中で言われてること、正しいと言われてることの半分はそうかもしれないけど、半分はそうじゃないかもしれない。数々のヒット番組を世に送り出してきた演出家テリー伊藤さん、男55歳にして目指す目標は？僕は結構ね、出川、僕にとっては、まあ、全然違うかもしれないけど、抱かれたくない男、うん、僕ね、抱かれたくない男としてアワーに乗りたいんですよ、うん、テリーさんもそっちで選ばれたいんですか？抱かれたくない男1位テリーとなりたい。だってさ、抱かれたくないってことは抱かれることを想像するわけじゃない。そういうことですね。だからこの年になって、ああ抱かれることを想像されるんだっていうんだ。僕ね、抱かれたくない男としてアンアンに乗りたいんですよ。だってさ、うん、抱かれたくないってことは抱かれることを想像するわけじゃない。イラストレーター、エッセイスト、カメラマンなど、自らを一つの肩書きに縛らないリリーさん流のうさんくさいのすすめ。
うさんくささっていうね、はい、うさんくさいってマイナスな言葉じゃないですか。なんかちょっとうさんくさい匂いがする人昔から好きなんですよ。どういうなんかこうはっきりした一つのことに向かっていくことがすごい正しいみたいになってるけど、でもそうは思わないんですよね。なんか例えばこうセックスしてなと思ったなんかこう5分後になんかこうボランティアで自分のできることはないかなって思ったりとかで、そう思ってこう思ってるあの3分後ぐらいにあいつ死ねばいいのになほんとか思ってるその直後に戦争はいけないなとかいろんなことを人間で一日の中でも思いますね。人間はそうですよね。僕なるべくその全部思ってることをこう作品にしたい。あよくなんか俺あんまり好きじゃないタイプの作家の人は一番いいことを思ってる自分っているじゃないですか。なんかこう女の人に君はもう生きてるだけで美しいんだよとか言ってる作家の人、その人が俺どんな面してクッとかしてるのかも全然理解できない俺あんまり好きじゃないタイプの作家の人は一番いいことを思ってる自分っているじゃないですか。女の人に君はもう生きてるだけで美しいんだよとか言ってる作家の人、その人が俺どんな面してクッとかしてるのかも全然理解できない。麻雀界で20年間無敗の男ジャンキこと桜井翔一さんは考えすぎの世の中へこんなメッセージを。例えば俺は感性取り戻せって言ってるわけだ。今の時代って考えること多すぎんじゃん、で考えて結局私のところへこうお電話くれるか悩んでる方たちはみんな考えすぎて、いわゆる躁鬱だといろんな病になってる方が今多いじゃないですかね。だからこうじゃったら考えをなるべく捨てて、感じる力をいわゆる動物っていうのかな、俺はあんまり人間から学ばないんだわ、もう動物とか自然とか海だとかそういうとこ行ってこう物事を学んでくるんだけど、彼らは感じで生きてるじゃないですか、そうですね、で感じる方は結構正解が多いんだよね、結構考えるってね不誠実じゃないかなと。スイーツです。だからうちではね瞬間ワイナリーって教えてるわけよ。瞬間に気持ちを表す、あるいは瞬間的に行動しちゃえと。結構考えるってね不誠実じゃないかなと。スイーツです。だからうちではね瞬間ワイナリーって教えてるわけよ。糸井さんが編集長を務める人気ホームページほぼ日刊糸井新聞から生まれた大人語、その中で気になるものが。キャラメルマキアートも大人語なんですか。これはあの大人語の中にはですね、へりくだる言葉と、あの自分のこう先に知ってるってことを見せびらかす言葉と2種類あるんですよ。でそのスターバックスものっていうのも、その何それって言われるのをこう狙いで、知らないだろうって感じでキャラメルマキアートを飲んじゃってさそういう使われ方もあるんですよね。スターバックスとか行かれるんですか。何頼むんですか。大体普通にダブルトールラテっていう、トールとかがもう言えない。トールは、ショートとトールとグランデとある中の真ん中ですよね。トールが真ん中なんですよね。そうなんですよね。グランデ、グランデってまた随分すごい多分ヨーロッパぶったんですよ。あ、そっかそっか。つまりアメリカはもともとコーヒーはさんさんあるわけですから、そこに登場する高く売るコーヒーですから、あのいわゆるブランド品と同じでヨーロッパのムードを出すためにわざとイタリア語だとかを使ったんですよ。でそれをまたアメリカから日本に来たから、もう複雑骨折してる。複雑骨折だよ。もう多分ヨーロッパぶったんですよ。ヨーロッパのムードを出すためにわざとイタリア語だとかを使ったんですよ。そうなんだ。でそれをまたアメリカから日本に来たから、もう複雑骨折してる。直木賞作家重松清さんは未練のすすめというテーマでこんな勇気の出る一言をくれました。僕未練がましいんですよ。思いっきり未練を引きずってる人なんで、例えば俺のね、最新の未練っていうのが楽屋のね、お弁当が2つあるわけです。はいはいはい、2つあるんです。あの中華弁当と、あの鮭フライだったかな、ありましたありました、2つ置かれてね、好きな方選べって言われるのが一番困るわけ、僕。よくわかります、それは。でね、で僕ね一応鮭選んだんですよ。ところがね中華弁当を
蓋開けて見ながら食っちゃうわけ、鮭を。こっちの未練正しいですね。そう、あのカツ丼にしときゃよかったなで終わっちゃうとね、それは後悔で終わっちゃう、後悔ですね。で未練というのはね、あの時カツ丼食ってれば肉を食って元気が出て、今日のトークはこんなに弾んでっていう風にね、どんどんね別の人生が始まるわけよ、そこまでは考えないね。いやもちろんだからね、こう未練持たなくて前に進むかっこいいんだけど、こう未練とか後悔とかね失敗とかをしたくないから決断できないっていう人っているかもしれないじゃない。その決断しちゃうと絶対に後悔とか未練が生まれちゃうから、それ持っちゃいけないから決断できないんだって。それだったらね、もういっそね、こうこっちだって決めた後にこう選ばなかった方の未練をうまくね作り上げていく楽しみを持っといた方がね、俺は楽になると思う。あ、それはすごく合理的な考え方ですよ。五月病っていう ね、 かのね、だから今例えば新入社とか、あの新しく入社した人とか多いと思うんですよ。その後悔しちゃってね、後悔しちゃって、ああ俺こんな大学入っちゃったとか、こんな会社に勤めちゃったとか、第一志望の大学に落ちちゃって第二志望の大学に行った子は、第一志望に行った自分のね、こう幻のさ存在がスタートしたわけだよ、物語がね。でそれをさ作ってるんだねって今、第一志望の大学に落ちちゃって第二志望の大学に行った子は、第一志望に行った自分のね、こう幻のさ存在がスタートしたわけだよ、物語がね。でそれをさ作ってるんだねって今。小説、エッセイ、脚本を自らの多彩な恋愛経験で表現する梅田美香さん、ズバリ女性が幸せになるには？うわ、特に若い頃、20代まで、加藤鷹みたいなこと言って好きにやっぱりなんなきゃちょっと付き合いたくはないじゃないですか。そうですね、だからね、男好きになるというか、こう女の子よりは男の子といた方が、こうリラックスできて楽しいっていう状態に自分を持っていくというか、だから女の子とばっかり出かけてるとダメですね、常にこう言ってんでいる、常にこう言ってでも嫌われ、嫌われました、めっちゃ。どうでしょう、同性に嫌われるタイプ、同性に嫌われちゃいますよね、でも同性に疲れてもそんないいことないそこまでね、そこまで言えたらすごいわ、すごいですよね。常にこう言ってんでいる、常にこう言ってでも嫌われる、嫌われました、めっちゃ。どうでしょう、でも同性に疲れてもそんないいことないそこまでね、そこまで言えたらすごいわ、すごいですよ。オウム真理教など社会でタブー視されるものに挑むドキュメンタリー作家森達也さんがマイケル・ムーアに一言。それこそあのマイケル・ムーア、ね、今すごい話題になってるじゃないですか、あのカンヌでなんかね、パルムドール、あの人めちゃくちゃですからね、やってること ああいう人、あの人は多分すごくメッセージが強いですよね、はいはい、あの盆作じゃないですよ、あのボーリング・フォー・コロンバインにしてもね、ただまあちょっと僕から見るとね、あまりにもこう善と悪、正義とね、あの悪がね簡単にまあひっくり返ってるだけでね、本当はその狭間にあるものをね、もっともっとこう多分マイケル・ムーア自身の悩みも含めて僕は見たいなと思うんだけど、その撮る人もしくは書く人と被写体あるいはその対象との距離と角度を見たいんですよ、その関係性がどう紡がれてるかっていうのを興味がある、それはどう表現されるかっていうのに興味があるんだけれど、マイケル・ムーアが例に出せばね、銃社会っていう悪、これを糾弾するっていうそういうメッセージになってしまってるんで、それはまあ言ってるのはそのスローガンでも言うわけでね、何もそんな表現する必要はないじゃないかと、極端に言えばですけどね、メッセージはないんですか。それじゃあその森さん自身が例えばこのオウムに関して、あるけど自信ないですね、自分のメッセージね、そこまで声高になれないな。じゃあそれはもうあえて抑える、抑えるというか、そのだから声高になれない部分も含めて、まあ作品の中では出してるつもりですけどね、悩んだり後ろめたかったり、葛藤したりしてる部分も含めて、それも含めてということですよね。それが僕は大事だと思うんだけど、その撮る人もしくは書く人と被写体あるいはその対象との距離と角度を見たいんですよ、悩んだり後ろめたかったり、葛藤したりしてる部分も含めて、それも含めてということですよね。それが僕は大事だと思うんだけど、
知られざるネーミングの達人三浦淳さんは意外にも流行語大賞を取ったことがあるそうで、実はマイブームということで、マイブーム、はい、あれ三浦淳さんが作ったもの、そうなんです、そうなんですよ、必ず聞かれますもんね、なんか取材とか、そうなんだ、でもね、それでいい迷惑なんです、実はあの言葉を生んじゃって、ちょっと変なこと言わないとね、ウケないからね、そうなんですよ、そこが困りますよね、安眠グッズがどうのとか、例えばよ、あ、そういうの言っても意味ないじゃないですか、ないですね、ダメですね、天狗とかパッと言わないと、言わないと、普通天狗でしょ、すごいな、やっぱ天狗ですわ、天狗とかパッと言わないと、天狗って言わない、実は三浦さんがいろいろ考える中で役に立つ、世の中的にね、役に立つだろう、なんでこれもうちょっと定着しねえんだと思ってるものがいくつかあると思うんですけど、これですね、おならプープーです、これはね、あの僕は朝日新聞にちょっと連載したことあって、何年か前ですよ、その時に一応暴走族っていうのは相手がつけたような名前でね、やってる人がかっこいいイメージあるじゃないですか、暴走とか、だから一気におならプープー族って世間的に呼ぶんですよ、随分一気に言ったんですけどね、ほんでまあどうせやつらは縮めてくるでしょ、オナプーとか、それでもダメじゃないですか、多分ある日新聞にあの正月また初詣、オナラプープー族またまた出現なんて書かれるでしょ、その時に多分オナラプープー族と付き合ってる彼女がやめてくれないかなって言うと思うんですよ、なるほどね、暴走族をなくすために、なくしたいならですよ、だからその第二次世界大戦っていうのも2がついてるから3があるわけじゃないですか、4もあるわけですから、完結編とかつけてないっていうことは何か裏があるんですよ、これはなんか怪しいなと、怪しい、だからその第二次世界大戦っていうのも2がついてるから3があるわけじゃないですか、4もあるわけですから、完結編とかつけてないっていうことは何か裏があるんですよ、これは、あ、そうだ、漂流教室、まことちゃんなどで独自の世界を描く漫画家梅津和夫さんは恐怖体験は必修科目だと、じゃあさ、今度みんなちょっと肝試し、肝試し、青山墓地とかさ、いや最近の墓地はね怖くないんだって、そう、最近の墓地はね、あの昔と違って全然死体とかが埋まってないじゃないですか、 あれが僕いけないと思うか、いけないんですか、絶対いけない、いや、 やっぱり、死んじゃった人がずっとここにいるんだよと思うと、あの死んじゃった後もなんかやっぱり続きがあるなと思うけど、もう死んじゃってどこにもそんなかけらもなくて骨だけだって思ったら、お墓なんてちっとも怖くなくて、もうあのデートの場所とかお花見の場所とかになっちゃうでしょ、で、あれ僕絶対仮装って良くないと思う、やっぱり土葬にすべきだと思う、あの肝試しとかってこれちゃんとかしたしました、なんか山とかで、僕なんかお墓だもんね、でやっぱりちゃんと小屋さんじゃないけど五条市ってとこで、はい、あの死体のちゃんと埋まってた頃だったので、途中でガサガサガサと草が揺れたり、それで大体 お墓ってほらあの死体が埋まってるからところどころボコって凹んでたりとか、でやたら草が茂ってんです、ツタ類なんかもすごいでっかくすごい成長して、それだけでもなんか怖いんですよ、でだけど今のようなお墓で死体がないとそういう怖さはやっぱりないと思う、まあね、はい、やっぱりそういう恐怖体験っていうのは、はい、生きていく上で絶対必要だし、絶対必要、みんなもうね避けて通れない、避けて通れない、うん、怖いものっていつ襲ってくるか分かんないですよね、あのやっぱり何が起きるか分かんない、いつ襲ってくるか分かんないものに対して常に準備しとかないとっていう、そういうね必要性があるでしょ、だから怖いっていうのは心の安全装置って僕はそう思ってるんですけど、その安全装置があって怖いっていうことが分かるっていうことはまだまだ大丈夫っていうことなんですけどね、だから怖いっていうのは心の安全装置って僕はそう思ってるんですけど、その安全装置があって怖いっていうことが分かるっていうことはまだまだ大丈夫っていうことなんですけどね、今年大人が泣ける本として本屋大賞に選ばれた芥川賞作家小川陽子さんが勧める大人の泣ける本とは、ジョン・アービングの応援のために祈りをっていう長編小説があるんですけれど、これはですね、あの背のちっちゃな男の子が主人公なんですね、あの11歳で5歳ぐらいの大きさしかなくって、リトルリーグでもちょっとまともに打たせてもらえないんですよ、はいはい、ところがたった1回だけ振ったバットに球が当たって、それが大ファールになって、
その親友のお母さんの頭を直撃してお母さんが死んじゃうんですよ。でそのオーエンは、ちっちゃいオーエンはすごく苦しんで、でもそこからね、彼が見出した境地っていうのは、こんな残酷で辛いことが何の意味もなく起こるはずがない、絶対神様の何か考えがあるはずだから、僕はその神様から与えられた自分の使命っていうものは何なのかっていうことを成長しながら見つけていく話なんですよ。ですから例えばまあ冬のソナタだと、一組の男女がね、なんかくっつくとか離れるとかっていう話は、まあ、それはもう分かったとそれはまあそれもそれで大事なことだけど、こう自分のために泣くんじゃなくて、自分が寂しいから泣くとか、自分がかわいそうだから泣くっていう段階を、まあ、一つ通り抜けて、人間の存在そのものを思いやるような気持ちで、こうみんないろいろあるけどやっぱりけなげに生きてるなっていうことに対して、こう祈るように泣くっていうかね、そういう涙が大人の涙かなと思いますね。こうみんないろいろあるけどやっぱりけなげに生きてるなっていうことに対して、こう祈るように泣くっていうかね、そういう涙が大人の涙かなと思いますね。ドコモ。目を開けろ、進化が見えてくる。キザクラ辛口一本600ミリパック新登場。キザクラ缶詰ニュース。ついに小沢さんの絵本が10月28日に発売されます。太田編集者とともに1年がかりで作り上げた間抜けな主人公ちびかみが巻き起こすハプニングストーリー、皆さんお楽しみに。この後太田家の食卓大公開。